皆様、こんにちは。今日は2021年11月30日火曜日です。今日のテーマですが、中国政府と北京オリンピックです。日本に対しても圧力をかけています。約束を守ってくださいと言っています。当時、東京オリンピックに対して我々はすごい力いっぱいで支援していました。支持しましたと。今回は、 北京のオリンピックに対しても支持してくださいと、その約束を守ってくださいというふうに言っています。中国政府っていうのは、このこともありまして、日本の方にですね、ぜひ注目してほしいです。日本の外務長官、必ず林大臣ですが、必ず中国、北京の訪問はあってはいけないというふうに思います。中国政府っていうのは、 不正の形で政権を取りました。このような政府はいろんなイベントを開催したいんです。特に国際的なイベントを開催して自分は正当な政府だというふうにみんなに見せます。国際的なイベントを開催することによって自分はすごい政権ですよと自慢もします。独裁的な政権には 特にオリンピックの金メダルが好きなんです。東京オリンピックの時、金メダル選手について私は動画で数回話をしました。中国政府は貧困の問題を無視にしても、オリンピック選手の選定、訓練にはお金をかけています。中国政府は言っています。国が強いから金メダルが多いですと。国を挙げて 金メダルを取りままししょううといいううに言っていました。つまり、独裁的な政権にとって、オリンピックというのはイコール政治です。当然ですが、オリンピックだけではないんです。例えば、G20 サミットもありましたが、中国の公衆で行っていました。それも外交でした。外交での勝利だというふうに言っていました。すべて利用していました。 そういう国際的なイベントを開催しようとしています。中国政府はよく言いますが、ピンポン外交と言います。1971年でした。日本の名古屋で行われていたんですが、世界卓球選手権でした。中国はそれまで国際社会に無視されていましたが、6年ぶりにこの大会に出ました。試合後、アメリカの卓球選手を 中国に招待しましたと。この試合で外交の勝利だと自慢しています。今でも自慢しています。つまり中国政府は運動は運動ですよと。政治は政治ですよというふうに言っていますが、実は違います。すべて中国政府の外交の作戦なんです。ピッキーの冬オリンピック、二つの問題はあります。一つ、昨日の動画で 話をしました。まずは、今、中国の感染者は増えています。上海の病院は今、閉鎖となっています。原因がありまして、感染者は増えています。病院でのクーデーターが起きていました。そして、新しい、まあそういうウイルスもできていますので。2、外交のボイコットです。今日、この外交のボイコット、ボイコットについて話をしたいと思います。 アメリカは外交のボイコットを考えているというふうに発表しました。日本は中国に圧力をかけられています。アメリカが正式に発表するのを待っていると思います。日本は一緒に外交のボイコットをするかしないかです。中国政府はとても心配しています。中国政府は今日発表しました。アメリカは参加するかしないか。 北京オリンピックは開催しますと。体育を政治にするのは初めてではないです。冷スの時代にもありました。体育の大会、大会、はっきり言えばあってもなくてもいいんです。ボイコットにすると何が意味あるのか。アメリカと中国の関係は良くない状態です。中国はアメリカの参加を期待していないんです。アメリカ政府は 中国政府に接待されないと思って外交のボイコットをしようとしています。そういうふうに言い訳をしています。ボイコットされているのに、それでも言い訳をしています。一つ、ソ連はアフガニスタンを侵略しました。これは1980年、モツクワオリンピックにはですね、ボイコットはありました。しかし当時、 中国も参加しました。このボイコットの運動に参加しました。中国もソ連、モスクワオリンピックに参加しないと宣言しました。これはどうでしょうか自分も参加しましたよね、と。2、体育、また国際的な行事を開催したいんです。中国政府です。自分の政治体制を世界に見せたいんです。そして自分の国民に対して自慢をしたいんです。 というのは国民の健康とは関係ないんです。しかし、2008年、北京オリンピック、夏のオリンピックでしたが、そのようなチャンスはもう来れないと思います。3、もし北京オリンピックの外交ボイコットがありますと、外国の政治家、外国のメディアも積極的に報道しないと思います。そうすると、まあ、当然ですが、外交のボイコットですので、 外国の政治家も参加しないですので、そうすると開催する意味はないんです。普通の運動会となってしまいますので。アメリカは現在考えているというより、同盟国と調整しているというふうに思います。アメリカだけボイコットをするというのは効果は薄いんです。同盟国と一緒に、例えばヨーロッパ諸国も ボイコットすると、日本もそうすると、効果はあります。現在、日本、EU、オーストラリア、イギリス、カナダ、みんな調整しているというふうに思います。日本の外務大臣、絶対にですね、北京への訪問はしてはいけないと思います。アメリカの影響力、また、バイデンの政権の外交とも言いますが、そして、自分の同盟国との関係、 その協調性の試練とも言いますので、バイデンは言いますので、中国との付き合いは大事です。でも協争もします。でも必要な領域において対抗もしますよと、同盟国と一緒に対抗していきますと、同盟国との関係を強化してきました。外交活動もしてきました。この一年間。その成果はどうでしょうかもしみんな 中国の北京オリンピックに対して、ボイコットすると、これは成果はあるというふうに思います。もしアメリカだけ考えて、その後何もないのであれば、普通に参加しましたのであれば、効果、成果はないと思います。最新の事件はありますが、中国のテニス選手、ポン・シュアイ、女性ですが、元中国の副総理、チョウ・コウレイさんに、 性的な暴力を受けましたというふうに自分のウィープをついたと言ってもいいんですが、公開しました。この事件は人権を中視する国では話題となっています。中国政府は今まで正式的な返答はない状態です。もうこれをなかったことにしたいんです。でも返答をしないといけません。国際的に話題となっていますし、 中国の国内でも話題となっていますので、そうすると、グローバルタイムズ、CGTN が出てきました。説明をしています。中国の外務報道官というのは答えませんし、説明もしません。タイムズ、グローバルタイムズですが、テニス選手の写真、動画、メールを公開しました。バッハ会長との まあ動画ですね。オンラインの動画も、あの写真も公開しましたが。しかし、テニス選手の女性ですが、本当に自由でしょうかみんなそれを疑っています。みんな信じないんですね。中国政府にコントロールされているとみんな思っています。もちろんですが、バッハ会長とのテレビ電話、30分間でしたが、中国政府の監視のもとで行われていたというふうに、 みんな思われています。ポンシュアイは自由のない環境で何を発言してもみんなは信じません。そして今後のポンシュアイは大丈夫でしょうか消えてしまう可能性はあるのでしょうかみんなそれも心配していると思います。つまりみんな心配しているというのは一つ犯人はどうでしょうか元副総理は犯人だと言われていますので 調査するでしょうかしないでしょうか裁判しないでしょうかそして、本当にあったことでしょうかこれは一切説明というのはありません。2、ポンシャイは安全かどうかこれも問題です。中国政府は何でもするので怖いんです。中国政府はポンシャイのことを安全ですよと言ってもみんな信じません。もし自由であれば、ポンシャイは出国できますので、 出国して説明すればいいと思います。でもこれができないんです。なぜなら出国してしまうとどんな発言するかは怖いんです。つまり中国政府には解決する方法はないんです。テニス選手の事件で北京のオリンピックというのは全面的なボイコットになる可能性は高いんです。理由があります。ポンシイ自分自身は テニス選手です。そして世界選手の一員ではあります。今までですと外交っぽいことだと言いますが、あくまで外交です。政治家は参加しないだけなんです。でも、自国の選手は参加はできます。ただ、政府として選手に対して命令を出すことはできないんです。 参加というのは自由ですので参加したい選手にとっては参加するなというのは不公平ですこのことで政府として外交のボイコットだと言いますしかしポンシャの事件でみんな変わりました中国の選手中国の北京で開催するオリンピックですので世界の選手というのは特に有名な選手というのは影響力を持っていますもちろんですが 日本の選手も大阪直美,直美さんもタコさんのファンもついていますので政治家は影響力を持っていると私は言います。なぜなら支持者はいっぱいいてるからですね。スポーツ選手も影響力を持っています。なぜならファンの方もいっぱいいているからです。言葉が変わりますと支持者の行動は政治家に影響します。ファンの方の発言で スポーツ選手は変わります。もし国民はみんな我々北京オリンピックに参加すべきではないと言いましたら日本のスポーツ選手も北京のオリンピックにいてはいけないというふうに判断することになりますなぜならスポーツ選手というのは注目されていますので先進国自由の社会にはメディアというのはとても強いんです 社会の世論を影響してしまいますので、国民の価値観も影響されています。もし国民は北京のオリンピックに参加してはいけないと声を上げましたら、政府は民意に従います。民意はメディアに影響されます。メディア、新聞社などは、我々は第4の権利だと思います。権力だと言いますので、権力というのは一つ、 行政。二、立法。三、司法。四、メディアです。非常に強いんです。原因というのは、メディアは民意を影響します。そして、政府は民意に従います。支持率を気にしている政府は、特に民意に従います。なので、皆様の声というのは非常に強いんです。実に、力はあります。中国は違います。 中国のメディアは北朝鮮の中央テレビと全く同じです。まあ、当然ですが、中国も中央テレビだと言いますので、自由な報道はまずないんです。もう単に自分の政権を宣伝する工具ではあります。そのルートなんですね。発言するルートなんです。中国の元副総理、張高麗ですが、どうして調査しないでしょうか調査できないんですよ。 中国の昔からですね、女性のことをですね、一つの資源として見ていますので、特に綺麗な女性に対して一つの資源ですね、見ています。中国府っていう国ですが、まあ、権力の社会ですので、権力が一番です。権力を握るっていうのは、資源を握るという意味です。権力がお強ければ強いほど、 その資資源源を握る資源も多いんです。例えば中国のまあまあ,あの能力のある強い権力者でしたら愛人100名くらいはいています前の動画で話をしましたがでもこれは普通です例えば毛沢東の喜び組80何名も今,今言いましたねでもこれは1947年でしたけれどもこれは大昔ですが まあ、思いがではないんですが、でも、こういうこともありました。これは中国の文化でもありますが、権力の社会だでも、まあ、そういう特徴はありますので、まあ、女性のことを自分の資源だと握っていますので、中国政府は今は調べようがないんです。自分自身、上から下まで、あの、上の中近平から地方政府の村の村長まで、みんな同じ匂いです。 みんな同じことをやっています。調査しようがないんです。調査してしまうと、キリがないんです。そうすると、中国政府としては何も言えないんです。何も説明もできないんです。なので、グローバルタイムズとか、そういったメディアは出てきて、国民に対して、そして海外の政府、海外のメディアに対して説明をしているんですね。しかし、中国の政府には分かっていないんです。 普通のであれば、ただスポーツ選手でしょどうでもいいでしょどうしてこのように大騒ぎするのか中国の政府には分かっていないんです。なぜなら中国の政府にとってですね、オリンピックの選手っていうのは使い捨てなんです。あの、金メダルを取る機械だと思っているんですよね。道具なんですよ。使い捨てです。なので大事にもしませんので、 利用してポイ捨てるだけなんですよ。でも、普通の国においては、スポーツ選手であっても、一般人であっても、人間ですので、人権を守りましょうと、その方には人権があるので、違法な行為はしてはいけませんよと言います。もし普通の国であってしたら、副総理でなくても、まあまあの有名人でしたら、大騒ぎになってくると思います。 すごい調査するでしょうし、そして、そういった新聞紙とか、雑誌とか、そういった、まあ、あの、記者とか、いっぱい、まあ、動いて、調査しようとします。そして、当然ですが、司法も動きますので、結果としては、裁判官が、そういう、まあ、判決を出しますので、それで公開されます。その方は、もし、あの、真実、何もないのであれば、それはそれでいいんです。 もし犯人の罪あれば、もうこれでですね、名誉は終わってしまいます。でも、中国にはこれがないんですよ。自由な報道もないですし、記者も自由な行動もできませんし、まあ、調査もできませんし、司法も動きませんし、すべて中国共産党が握っていますので、まあ、このような政府が何を言ってももう信じませんので、ポン・シュアイという女性ですが、スポーツテニス選手ですが、 危険だと思います。今、話題となっているだけでいいんです。みんなに注目されていますので、彼女は実はですね、安全です。もしですね、みんな中国の政府の言っていることを信じてしまって、あ、彼女は安全です。これでよろしいでしょう。となってくるとですね、しばらくしたら彼女は消えると思います。まあ、こういうのがですね、普通にありえますので、そして、 もしですね、何がありましたら、彼女は変な注射されてですね、精神病になったとか、可能性もありますので、まあ、みんなの圧力を受けて精神病になってしまったとか、そういう言い訳もできますので、中国政府は何でもやってしまうんですよ。本当に危険だというふうに思います。ということでですね、中国の北京オリンピックは2つの理由があります。1つは感染者が増えています。これは やはり参加してはいけないというふうに思います。特にこれから日本は、まあ、外国からの特攻をですね、禁止にしようとしていますので、今回は非常に素早い決断されているというふうに思います。とても素晴らしいと思います。まあ、そうすると、海外に行ってオリンピックの参加は本当によろしいかどうか、これが問題なんですね。 これがもう問題の一つ、まあ、理由の一つではありますが、参加しない方がいいというふうに思います。もう一つ、今のテニス選手、ポンションのこと、あるいはウイグル、チベットの問題ですね。つまり人権の問題で、やはり参加してはいけないと思います。このような国での行事、開催されている行事ですので、参加してはいけないと思います。2008年、北京オリンピックのように、中国の共産党が、 自慢するチャンスを与えてくれました。中国の運営は2008年で変わりました。もうこれが事実ですね。2008年から中国の全ては変わりました。もうこれがダメだというふうに思います。そしてオリンピック団体、バッハ会長。あの人はコントロールされています。もう正々堂々と嘘をついていますのでメールは送りました。そしてオンラインで 会話をしましままた。彼女は安全でです。す。す。大丈夫ですと言いますこのバッハ会長というのはオリンピックを開催したいんですね。開催すればするほど自分にポケットがですね、お金が入ってきます。ものすごい接待されますし、開催しない方が一番ダメです。どこでもいいですから、開催した方がいいんです。開催して、する限り自分にはもう利益はあるというふうに判断されています。 この方々ですね。もう中国の政府と同じですね。もう下ってますし、もうクズだったと私は思います。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。